はい、たーい。バーチャルタレントのチュラリアナです。自己紹介しようね。簡単になんだけど、あのリアナは中2なんだけど、誕生日は4月4日生まれの14歳なわけさ。でこれ聞いてるの沖縄のうちなんちゅのみんなだと思うから、あんま詳しいことは言わんくてもわかると思うけど、うち小ざしいだわけよ小ざしいなわけさ。で小ざしいで、なんだろう、小ざっていいとこデジあるさ。だからリアナが映像を通して小ざのさいいところをもう全国に、もう全世界に届けようと思ってるわけよ。本当に申し訳ないけど、うちなんちゅの皆さんごめんなさい、あの小ざだけに特化してお届けしたいと思ってるわけ。小ざの裏の観光大使的なことしたいわけできんのかな。だって中2だからさ、だって運動会とかあるさ、そういう時はできんよね。なんかさ14歳の映像クリエイターの人とかってあんま見たことなくない？だから運動会撮ってみたとかあんのかな、わからんけど、なんか、まあ、ノリで楽しくさ、まあ、やれればいいかなと思ってて。だからフラッピー好きだわけさ、うちでフラッピーになりたいわけよ、要するにフラッピー的なポジションになりたいけど、だからフラッピーって自由さ、あの自由はお依頼さんに、はい、あなたは観光大使になってくださいねって言われてんわけよ。言われてんか、あんな自由さ。だからリアナも自由にはやりたい。だから縛られると多分リアナ喋れんと思うわけ。だから小座のいいところもやばいところもいっぱいいっぱい発信して、まあ、これで観光客は増えんと思うだって悪いところも言うんだのに。リアナはそういう裏を持ってない性格でやっていこうと思ってます。よろしくお願いします。今コリンザがあるとこあるさ、あでもコリンザじゃなくてもうコリンザ潰れたか、あそこもう分からんけど、なんかでもいっぱい土地余ってるさ、読谷とかに、まあ、小座ではないけども、あのそこに所さんの世田谷ベース的な感じで、うちベース作りたいわけ。リアナベースっていう、地下かっこよくない？アクティブなことしたいね。あのスケボーパークとか作りたい。リアナスケボー好きだから、そうスケボーやってるわけよ。あんま上手くないけどでも好きだわけよ。だから上手になりたいからスケボーパークも作って、でリアナバイク好きだからバイクも乗りたいから、バギーもあるようなとこ行って、であのよサバゲーはよ絶対上手だわけ。うち荒野行動っていうゲームめっちゃ上手だから、そういうところとか作る。だからあのとりあえず沖縄の今動画見てる皆さんは絶対チャンネル登録をしないといけない強制ですこれは。チャンネル登録してから、でさらに動画投稿したらもう一目散に見てほしい。それをお願いしたいなって思っております。で今うちはバーチャルなんだっけ、なバーチャル養成所だもうわからん。だって漢字読めん、リアナまだ中学生だから、あんま漢字やめてなんかひらがなにしてほしい本当に。だからリアナはそういう養成所、バーチャル養成所っていうところでベース作るとか夢とか野望を叶えようと思ってるわけ。あと好きなことやりたいさ、うち好きなことやって楽しいことをみんなと一緒に共有したいなって思ってるから、これからもリアナのことゆたしくうにぎさびら。それではまたやーたい。